セブンスターチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はカーライフが楽しくなる便利な機能パート3をご紹介いたします。ミニ宝塚新人ジーニアスの三又がお送りいたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずは前回ご紹介したプログラマブルボタンです。便利なショートカットボタンです。このプログラマブルボタンで私が便利だなと思って使っているのがルート案内停止です。リモコンや音声で停止することもできますが、リモコンを使うのが煩わしかったり声をうまく認識してくれなかったり、でもこれを登録すればワンタッチでルートを停止することができます。まずはミニ宝塚までのルートを設定します。こちらはすでにプログラマブルボタンに設定しているので、ボタン一つでルート案内してくれます。目的地の近くまで来たので、もう道が分かる時などはここでボタンをポチ。これでルート案内が停止されました。これが意外と便利なんです。登録も簡単です。ナビのここからルート案内に行き、ここで登録したいボタンを長押し。私は一番端の6番に登録して使っています。これで登録完了です。ミニのトランクですが、こちらの高さを調節することができます。男の人だと届く距離でも私には届きません。実はこの高さも設定記憶することができるんです。トランクの高さの設定をするには車両情報設定、車両設定でドアキーを押します。こちらのテールゲートを押します。開口度のプラスマイナスで高さの設定をすることができます。これで背の低い私でもボタンを押せるようになりました。女性には嬉しい設定ですよね。この設定は前回紹介したドライバープロファイルにも保存することができます。続いてはエアコンの内気循環機能の設定を紹介します。エンジンスタートのスイッチの真上にある AM というボタンです。この A という表示はオートモードで、外気に有害物質を感知した際に自動で内気循環に切り替わるモードです。このボタンを押して M にするとマニュアルモードになり、手動で内気循環作動となります。だったらずっと A でいいじゃないかなと思いますよね。でもマニュアルモードにもメリットがあり、冷暖房が効きやすいのと、花粉症がある方にとって外気をシャットアウトできるんです。特にこの時期花粉症で悩んでいる方も多いと思います。ぜひ一度お試しください。こちらの内気循環機能ボタンはミニクラブマンクロスオーバーだけとなります。カーライフが楽しくなるミニの便利な機能パート3はいかがでしたでしょうか。次回パート4をアップしますので、ぜひご覧ください。またパート1と2に関しては動画の最後、もしくは概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ見てください。また高評価、コメントもたくさんいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミニ宝塚新人ジーニアス三又がお送りいたしました。